NHK 大河ドラマどうする家康第42話改訂版天下分け目ドラマ展開先読み解説。この記事はドラマの行方を一部予測してお届けします。2023年11月5日放送予定。慶長5年1607月、徳川家康が奥州へ向け出陣し、いなくなったところをついて大阪城に入った石田三成は、真下長森、長塚忠家、前田源義ら三奉行を前に話をします。今すぐに毛利輝元殿を擁して諸将を集め、家康攻略を決めるべきでござる。真下長森、長塚忠家、前田源義ら三奉行は驚きます。急なことであるが、毛利輝元殿は承知しておるのか。安国 JK 殿が抜かりなく話を進めております。この長塚忠家、三成殿に同心つかまつりまする。共にことに当たりましょう。そして石田三成を中心とする藩徳川勢力は、内府違いの上場を全国の諸大名に発します。そして西軍の大将となった毛利輝元は秀頼を擁して諸将を集め、淀姫と秀頼に家康討伐の大義名分を得て、家康への宣戦布告を宣言するのです。石田三成が兵を挙げ、事態はより深刻になっていきます。家康に対し反旗の意思を示す書状が諸大名に渡り、大阪城は完全に三成らに乗っ取られてしまいます。しかも大谷義継、小西行長、宇喜多秀家らが石田三成につき、西国は大軍勢で挙兵するのです。早速石田三成は動きます。伏見城、留守井の鳥居元忠に対し城の明け渡しを求めます。秀頼様はこの城に御用があると仰せられる。そっとく城を明け渡していただこう。お断りいたす。ここは家康殿の城、わしは家康殿の家臣ゆえ、秀頼様に従うつもりはない。そもそも幼い秀頼様がなぜこの城に用がおありなのじゃ。三成殿にそうお伝えくだされよ。そして大阪城では、伏見城の留守を預かる鳥居元忠公は籠城をする構えじゃ。我らは秀頼様から家康討伐の大義名分を得ておる。これは謀反と言える。直ちに成敗しておこうぞ。7月19日、伏見城攻めの火蓋が切られます。西軍は4万の兵で伏見城を取り囲み、それに対し伏見城は1800の兵で応戦します。両人ども睨み合いが続きます。しかし西軍からの大砲、鉄砲、火矢の攻撃の的となります。8月1日、西軍の攻撃は止まらなかった。伏見城は負傷した兵で埋まります。鳥居元忠の正室千代も奮戦します。しかし大手門を破られ、西軍が城内に入ってきます。もはやこれまでか。諦めた表情で千代は夫元忠に話します。覚悟を決める時が来ました。私はあなたとの思い出を胸に刻んでおります。あなたと共に生きたこの世のことは忘れません。もう何も恐れることはありません。あなたと手を取って黄泉の国に参りましょう。鳥居元忠は千代の言葉に涙を流し、残った家臣らとその家族皆を広間に集めます。皆死力を尽くしてくれた。伏見城の運命とともに余計しようぞ。そして約300名余りが共に討ち死にをするのです。時を同じく大阪城では、東軍についた多くの諸侯らの家族が石田三成によって人質にされていました。そして大阪城に残っていた阿茶局は、
石田三成の手下によって人質に取られそうな状態です。しかしアチャのつぼねはネネの尽力によって助けられたのです。アチャのつぼねからの書状により、家康は大阪でのこの騒動に怒りをあらわにします。その頃江戸では榊原康政を大将とする会津討伐が進められていた。そして江戸城にとどまる家康は、石田三成やはり挙兵しよったか、西軍は多くの諸侯らを集めよったな、これで前田利長と小早川秀秋がつくとお手上げですな、これに勝てば殿は天下を取ることができます、生きるか死ぬかの大博打を打つ時にございます。数日後、上杉討伐のため小山にて陣を張る家康のもとに真田信行が着陣します。父正行と弟信繁は、三成につくものと思いまする、申し訳ござらん、ほほう、いかにも真田らしいやり方よの、一族が敵と味方に分かれればどちらかは生き残るじゃろうな。そして家康は小山にて評定を行います。石田三成が挙兵をし、伏見城を攻め落城させた。しかもここにおられる皆の家族をも人質にして大阪城に籠城しておる。これは秀頼様をも人質としていることでもある。石田三成は謀反人である。諸侯ら皆どよめき立ちます。諸侯らは息をのみました。互いの顔色を伺いながら、恐怖と焦りが心に広がります。このままでは故郷も家族も失ってしまうと思うと、ただ一心に大阪へと駆け戻りたいと願うのでした。それとじゃ、ここにおられる細川忠興殿の正室細川ガラシャ様は、石田三成の軍勢に取り囲まれ人質として取られようとするの。これを断固拒否し、我が夫のご命通り自分だけ死にますと言い残し、ご自害された。彼女は最後まで美しく誇り高く愛する者たちを思っていたのだ。もう何も恐れることはありません。この敵必ず取ってみせます。これは石田三成の身勝手な逆進である。我々はこれを許すわけにはいかぬ。今こそ石田三成率いる西軍を打つと心得る。正則との見事なり、すぐに西へ取って返すべきであるぞ。諸侯らは次々と言います。我らも家康殿に味方いたす。我もじゃ、そうじゃ、諸将のお志かたじけない。皆が味方をしていただけること、この上ない。では会津征伐はひとまず見合わせる。早速斎場してもらえるか。家康に答えて諸将ら皆雄たけびをあげます。諸将らはいち早く家康の味方につくことを誓約し、取って返すように終わり、美濃に進軍を始めたのです。家康の姿を見て平井は近吉がつぶやきます。殿のために戦いますぞ。平井は近吉は瀬名と信康を死なせてしまったことをずっと後悔していたのです。江戸城に戻った家康は、秀忠、お前は中山道を進んで信濃の真田を攻め、城から一歩も出させるな。真田はいつ背後から襲ってくるかわからんからな。本田正信と榊原康政も秀忠に同行してもらおう、頼んだぞ。そして家康は初陣の嫡男秀忠に3万の兵を預け、真田討伐に向かわせます。その頃大阪城の本丸では、ちゃちゃと秀頼の前で石田三成は、家康め、我らの策にまんまとはまっておるわ。今こそ決戦の時ですぞ。三成はこの身落としても秀頼様のために勝利をつかみ取ってみせます。秀頼よ、お前はこの国の未来を背負っており、
三成が出陣するからには、お前も戦場へ向かうのじゃ。家康の首を取って、天下統一を果たすのだ。石田三成は、大阪城を後に出陣するのです。この戦は、家康と三成の采配が天下分け目の一戦となるのです。家康は書状を書き、各地の大名や武将たちに味方を求めます。この書状が、我が軍の勝利の切り札となるはず。そう言って、家康は書状を書き続けます。そして石田三成もまた書状を書いていました。家康の非道や弱点を暴露した書状を全国にばらまくのでした。家康め、お前はこの国の災いである。この書状がお前の野望を打ち砕く。そう言って三成は書状を書き続けます。書状で対決する二人、果たしてどちらが天下を取るのか。8月20日、東軍は金華山にそびえる難攻不落の名城岐阜城に向け進撃を開始し、井伊直政、本多忠勝、福島正則らが先陣を務めた陣は怒涛の攻撃で岐阜城を落としました。何、岐阜城が落ちたと。大垣城にいた石田三成はその夜、岐阜城が東軍に攻められたとの知らせに驚愕します。9月1日、江戸城。岐阜城陥落の知らせを受けた家康はにやりと笑い、ついに重い腰を上げます。岐阜城が落ちたとは、これで道が開けたな、わしらも西へ参るぞ。そして真田討伐に向かっていた秀忠に対し、家康は、真田は見切りをつけ急ぎ美濃赤坂城に向かうのじゃと早馬を送ります。しかし信濃に布陣していた秀忠のもとに突然真田昌幸から降伏状が届くのです。真田昌幸め、素直に降伏しおったか。それが嘘の降伏状であることに気づくまで時間を要します。待ちくたびれた真田信幸が言います。拙者が父を説き伏せてまいりましょう。真田昌幸は、勝つためにはどんな手も使いますぞ。真田昌幸は上田城を明け渡さなかったのです。降伏と偽り籠城の策を取ったのは、徳川秀忠の軍を足止めさせるのが目的だったのです。9月14日、家康は石田三成のいる大垣城近く美濃赤坂城に入ります。そして家康は諸侯らを集め軍議を開きます。今日ここに集まっていただいたのは言うまでもない。石田三成を筆頭とする西軍を打つためである。すでに西軍の一部はわしの調略にかかり、わしの方へ内通してくれている。三成は今夜大垣城を出て南宮山の南を通って関ヶ原で我らを迎え撃とうとしている。しかし南宮山にいる吉川広家は我ら東軍に味方した。明日早朝に南宮山の北側を堂々と通って関ヶ原へ向かうのだ。皆の者よいか、戦は勝ってから始めるものぞ。明日は宿敵三成の首を取るぞ。その頃大垣城で石田三成は驚愕します。いつの間に家康が赤坂城に入ったのじゃ。江戸にいるのではなかったのか。との知らせによると、家康勢は明日すぐにも大阪城に向け進軍するとのこと。どうされます、との。なんじゃと大阪城に向かうと、石田三成はしてやられたという顔をします。殿は家康がまだ江戸にいると思っていたのでございますか。なんということでございます。それと小早川秀明は勝手に松尾山に陣を張っております。大谷義継に伝えてくれ。
松尾山に陣を張っている小早川秀明の動きを見張れと、そして南宮山で守りを固める吉川博家に家康の動きを封じ込めるよう伝えてくれ。決して大阪へ向かわせるなと、よいか。母、して我々はどう動きましょうぞ。我らは夜を徹し南宮山の南を回り、関ヶ原で陣を張る。家康を大阪城に行かせるわけにいかん。今宵出陣いたすぞ。その頃、家康は地図を見ながら戦術を考え、ある場所に指を指します。それは小早川秀明が陣を構える松尾山だったのです。どうする家康。